原美神社は、長崎県南松浦郡新上後島町、赤尾号に鎮座する神社である。社殿豊玉姫神を主催神に祀り、大物主神、金山彦神、大山積神を廃止する。廃止神中の大物主神、金山彦神は、コンピラ神社の、大山積神は、山の神社の祭神である。創建は、永徳三年。 浮士八代の浮かくが奥を引き上げ、岸区に館を移した際、奥方を乗せた船が、友獣と頭が島の間の瀬戸で転覆し、帰らぬ人になってしまう。村人たちは遺体をさかなめ、ウラク桑号の寺に埋葬し、奥方は解任中であったので、原見大明神の信号を建て祭り、御霊を豊玉姫神の神霊として奉仕した。コンピラ神社また付き添いの産場も共に亡くなっており、 遺体は、道教から、浮島の見える場所に葬り、その地に祠を建て、ゴゼドンの花と呼び、ハラミ神社と共に、安山の守り神として崇敬されている。なお、奥方の遺体は、野の観音として、船の残骸が流れ着いた地には、木船大名人として、共に、ウラクア号で、奉仕されており、道教の宗方神社も深い、つながりがあると伝えられている。 また船が転覆した瀬戸は、後に、原見瀬戸と名付けられている。明治7年5月5日、無角社に列せられる。同41年12月に、コンピラ神社、山の神社を合志し、昭和10年12月6日に孫社に昇格。同11年新鮮平白良とも新神社に指定されている。赤尾京より山道を10分程度歩いた場所にあり、そこには、 小世寺という小規模な寺院がある。小世寺内には安山祈願の腹帯が多数、奉納されており、現在も厚く数形されている。ゴゼドンの花その先に三ンを祀る、大小2期の石祠が海に向かって並んでいる。大きい祠が三ンであり、小さい祠は解任中であった奥方の胎児であると、いう。10月10日、11日の霊祭には、有川神楽が奉納される。 有川神楽は国の選択向け民族文化財にも指定された後藤神楽に含まれる。境内社、山の上社隣接する小川玄京に神社に、おつぐう神社が、ともすみ号に、やさか神社がある。ありがとうございます。